祭のびやらかすえ祭りて鬼祭りませ祭り。恐れ入りますが、北林副市長、高橋教育長、阿部部長および市役所関係者の皆様もその場でご起立いただきまして、市長とご一緒にご拝礼をお願い申し上げます。出陣の初姫です。年齢7歳赤のメスということでございます。それでは皆様の前を初姫ちゃん、はい、ゆっくりパレードして、はい、見せてあげてください。
ね、大変人懐っこい。え、普段ね、しっかり者の篤姫ちゃんです。姉御肌だそうです。どうすれば姉御肌か分かりませんが、でもすごく甘えん坊で、もうお父さんのこと大好きなんですね。はい、ということで、もう皆さんのね、クンクンしながら大変甘えておりますが、はい、どうでしょう、かわいいですね。はい、篤姫ちゃんでした。ありがとうございました。次行きましょう。2番、富樫隆さん出身のさくらちゃん、4歳の赤毛のメスです。さくらちゃん、実はこのさくらちゃんなんですが、なんと満天青空レストランですとか旅サラダ、ね、いろいろあのテレビ出演してまして、大変大立てのねスターですね。ね、聞こえた？私がスターって言ったの。こちらを見ておりました。さくらちゃんファンが大変急増しておりまして、ね、やはり、あ、慣れてるんですかね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。3番、千葉雅人さん出身の蓮水くん、2歳の赤毛のオスです。で、立ち姿が大変立派で、秋田犬、国の天然記念物となっておりまして、やはりこのがっちりとしたたくましい体、そしてこの見てください皆さん、長い足ね、とても長い足、これが秋田犬の特徴となっております。甘えてますか？みんなもっと痛いのね。痛いけどね。はい、じゃあ行きましょう。次、4番、泉ひろゆきさん出身の花ちゃん、6歳の赤毛のメスです。はい、花ちゃんかわいい。さあ、花ちゃんかわいいですね。花ちゃんは普段やんちゃだそうですが、今日ちょっと緊張してるんでしょうか。おとなしく、はい、お父さんに従ってますがね、頑張り屋さんの花ちゃんです。はい、ちょっと緊張してますかね。あ、やっぱり、はい、来ましたね。大丈夫でしょうかね。ここ行けるかな。後ろ並びますか。はい、それでは行きましょう。5番、斉藤善太郎さん出身の小桜ちゃん、7ヶ月の赤のメスです。今回最年少の7ヶ月ね、好奇心旺盛でわんぱくなおてんば娘、早いですねちょっと方針も早い。皆さんにゆっくりお顔見せてあげてください、ね、ボール遊びが大好きだそうです、ね、大丈夫でしょうかね。ここ私のなんか真ん中に来る感じ、並べますか。はい、じゃあ一頭ずつ出ていきましょうか。はい、ぜひあの沿道の皆様にもご覧いただきたいと思います。それでは6番、武藤忠夫さん出身のあんずちゃん、5歳白のメスです。ねえ、真っ白も可愛いですよね。モフモフって言いますね。だからモフモフという言葉が流行っておりますが、はい、あんずちゃんはね、ちょっとぽっちゃりですか、ね、ちょっとぽっちゃりですが、はい、ダイエットいいですよ。明日から、明日、明後日からしましょうか。アメプチ終わってからダイエットしていただいて、ね、ついつもこう、ね、かわいいですもんね。おねだりするとお父さん、餌やっちゃいますね。あら、ちょっともう、なんてよくご存知、もう皆さん、見せどころよく分かってますね。はい、とても人懐っこい、はい、小桜ちゃん、あんずちゃんでございました。はい、はい、皆さんにお顔見せてあげてくださいね。モフモフで可愛い白でした。はい、次行きましょう。7番、池田明さん出身のムータくん、1歳です。はい、1歳赤のオスです。で、ムータくんのお目目よく見てください。すごいね、こう可愛いお目目してます。この特徴な、若手のエースです小立ての若手のエースですので、はい、大変足も細いしてまだ、ね、1歳ですので、はい、いろいろ好奇心旺盛で見たくなりますね。はい、次からしも行きましょう。8番ですね。8番、
山口さとしさん出陣のももかちゃん、1歳の赤毛のメスです。今回初めて参加してくれたので、ね、ちょっと緊張してますかね。はい、パレード頑張ってね。初めて参加で緊張するね。お顔もよく見せてあげてくださいね。はい、立派に皆さんにお披露目できました。あ、向こうの方でに、はい、パレード、はい、沿道の皆様にもご覧いただきたいと思います。それでは行きましょう。9番、長澤達也さん出陣のわさびくん、11ヶ月の白のオスです。わさびもぐもぐ、ね、体大きいですけど、まだ、ね、レーサー11ヶ月ですから、ね、甘えんぼですね。くるくるしてますね。やっぱ11ヶ月にしては大きいですね。ね、大きい。40キロあるんですか、もう。白のモフモフ、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。それでは最後、行きましょう。森川君武さん出身のハチ、今日最年長の9歳赤毛のオスです。のんびり屋さんのハチくんだそうです。今日は一番最後でみんなをこう見守ってる感じですね。はい、やっぱり最年長でこうちょっとリラックスしてるんでしょうか。尻尾もちょっと待って、無理やりこうくるっとさせなくて、リラックスだから、リラックスもいいんですよ今ね、無理やりくるっとさせなくていいからちょっと今リラックスモードで、あきたいのは三角の立ち耳とそのくるっと巻きをと言いますが、尻尾が丸くなるのが特徴なんですけれど、こうやってやっぱり最年長になってこうね、慣れてくるとこうやってリラックスしてちょっとダラーンと、こういうところもまた見ていただけると可愛いですね。全部一緒だと面白くないですもんね。はい、はい、ハチくんでした。あ、素敵ですね。ここつけてるのは素晴らしい。なんか、はい、はい、素晴らしい。はい、ということで以上10頭をご紹介いたしました。
年上の日本女性は両方の船に丸太で祝いをすることが長年の風習でした。この風習は全国的にも珍しく、このような地元の伝統文化を持つことは大変嬉しいことです。